さあさあ、弘前大学行ってみたいと思います。本日の長文の全体像ですが、段落は6つ。で、設問形式はこういう感じでございます。記述説明中心ですが、5題全部いきますので、よろしくお願いします。サメさん、第1段落でございます。皆さん、注釈がついておりまして、無意識に。そして、体現するですね。ちょっと皆さん、それを踏まえて、一読していただいた後に問いの一番ですね、考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、下線部の左側にダッシュがありますので、皆さんこれをヒントにしてますよね。で、皆さん下線部にスイッチングという表現がありますが、皆さんスイッチする話がこのあたりですよね。2つの言語の間を行ったり来たりする、それが皆さんスイッチングでございますので、言い換え可能ですよね。ですからそこを含むところですよね。ちょっと線を引っ張ってみました。このあたりを和訳できれば大丈夫そうですね。サムさん、該当箇所は分かっておりますので、あとはしっかり和訳ができれば大丈夫かと思います。で、皆さん該当箇所とですね、そして模範解答下に書いてみましたので、ちょっと皆さんご覧になりながら聞いていただけるといいかと思います。で、まず出だしはバイリンギャルズ主語で、もちろん2カ国語を話す人ですね。で、go back and forth ということですから、行き来いたします。それは between their languages ということで、その2つの言語の間を行き来いたしますよ。で、あとはこんな感じでって言われたら、ラピッドリー、素早く、そしてオフン、アンコンシャスリーですね、しばしば無意識にという感じでよろしいかと思います。これで皆さん、うまく訳していただけると大体こんな感じになるかと思いますので、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、続いて第2段落でございますが、注釈ついております。ぴったりの事例、用語、領域ですね。皆さん、これを踏まえて、問いの2番、よろしくお願いします。さあ、皆さん、和訳行ってみたいと思います。皆さん、該当箇所と、皆さん、模範解答下に書きましたので、皆さん、これ見ながら聞いていただけるとよろしいかと思います。では、まず、出だしですが、because time is 点点点ということで、皆さん、SV。で、皆さん、B 動詞の右側保護でございますので、SVC。これは多分大丈夫かと思います。そして、the only way to talk about it ということで、ちょっと皆さん別の動詞が出てきましたので、色分けをさせてくださいね。で、about it は前置詞プラス名詞ですから、全体で M。そして、to talk about it ですよね。それに関して喋る。で、皆さん唯一の方法という感じで、皆さん左側の名詞におそらく書けているかと思います。で、それが皆さん、is, be 動詞につながっていきますので、おそらく皆さん、この唯一の方法は倍以下ですね、という感じでよろしいかと思います。で、あとは皆さん、その右側に by using で、使いましたよ。何を、ということですので、他動詞。で、the terminology が目的語。あと皆さん、前置詞プラス名詞ですよね。ドメインのところまでが一つの範囲でございますが、前置詞プラス名詞で全体で M ということでいいかと思います。そして、of experience も前置詞プラス名詞で全体で M。そして、namely は ly ついておりますので、皆さんこれも M ですからね。カッコでくぐっておきます。そして、thatオブスペースという感じで、さあ皆さん、このザットが一体何を表すのかということなんですが、ザット、皆さん分かっていらっしゃるかと思いますが、特定できる表現ですからね。で、じゃあ皆さん、手前の表現で、つまりで言い換えられてますけども、手前の表現で特定できると言われたら、皆さん、ターミノロジーにザがついておりますので、ですから皆さん、このザットオブスペースのザットはターミノロジー用語ということが一応判断できるかなというところですね。ですから皆さん、構文を考えると大体こんな感じになるかと思いますので、問題は皆さん訳す順番ですよね。で、皆さんもちろん一番先頭から言ってるかと思いますが、主語が一番目ですよね。そして皆さん、動詞はなるべく後回しですので、アブストラクトが2番目だろうと。そして、B 動詞に戻ってきていただいて、で、接続詞がおそらく、本当に一番最後になるかと思います。ですから、オレンジのところはこういう感じですよね。
そして、皆さんその後、もう一回また主語出てきますので、これを最優先でいくんですが、皆さん右側青色のところがかかっておりますので、ですから皆さんこのあたりが5番目。そして、オンリーウェイにかかっていきますので、こういう感じですよね。そして、皆さん緑色の動詞はなるべく最後でございますので、皆さんもう一回オレンジのところでございます。で、もちろんその用語を使うんですが、皆さん右から M ですよね、かかってって言っておりますので、ですから皆さんこれも以前からいろんな動画でお話はさせていただいてるんですが、前詞プラス名詞、つまり M は基本的にもう右側から左側、こんな感じですね。で、訳詞上げていっていただけるとよろしいかと思います。ですから、皆さん、緑の6番目の後でございますので、このあたりが7番目ですね。そして、ドメイン領域8番目。で、そこからも皆さん、ターミノロジー、用語ですよね。こんな感じでいいかと思います。で、それを皆さんのネームリ、つまりで言い換えてくれておりますので、あとはその空間のざっと点点点という感じで訳し上げる感じになるかと思います。で、皆さん、こういう用語を使うことによってであるという感じで皆さん、最後に緑の動詞のところにつなげてきていただけるとよろしいかと思います。この順番ですよね。ですから皆さん、これで皆さんちょっと言ってみたいと思いますが、時間はアブストラクト、抽象的。まあ、そうアブストラクトですから、とても抽象的なものなので、って感じですね。で、皆さん、それについて語る唯一の方法は、点点点ですね。で、皆さん、経験に対する別の、さらにはもっと具体的な領域からの皆さん、用語。で、皆さん、つまり空間に対する用語ですよね。で、その用語を使うことによってであるという感じで訳していただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、続いて第3段落でございます。皆さん、注釈ついております。空間の軸ですね。これで皆さん、問いの3番お願いします。で、皆さん、問いの3番の前半の問題ですが、未来の表現ということですけど、皆さん、ここに書いてありますからね。ですから正解は、behind time ですね。で、皆さん、二つ目の質問。アイマラ語が未来をそのように言い表す理由ということですが、皆さん、これですよね。ロジック、論理、理屈ですよね。ですから皆さん、理由の言い換えでございますので、これがヒントですね。ですから正解は、この右側を書けばいけそうですね。さあ皆さん、該当箇所は分かっておりますので、あとはしっかり和訳ができれば大丈夫かと思います。で、We can't look into the future ということで、我々は将来、もしくは未来ですね。それを覗き見ること、見通すことはできないということですね。そして、just like we cannot see behind us ということで、我々が後ろを見ることができないのと同様に、将来、未来を覗き見ることはできないからというような感じでまとめていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、続いての段落でございます。問いの4番、お願いします。で、皆さん、設問の指示の2カ国語話者の話がこのあたりですね。そして、アイマラ語しか話さない人はこのあたりでよろしいかと思います。ですから、この波線のあたりを書けば大丈夫ですね。さあ皆さん、該当箇所は分かっておりますので、皆さん書き出して、そして皆さん模範解答を参考になさっていただけるとよろしいかと思います。まず前半、フォワードムービングジェスチャーズということでございますので、前に進むみたいな感じですかね。前進みたいな感じが書けてあれば大丈夫かと思います。で、皆さん後半はバックワードということですから、後退する、後ろへ向く、後ろへ進む、みたいな感じが書けてあれば大丈夫かと思いますので、参考なさってください。で、皆さん、ついての段落でございますが、注釈は標準中国語でございます。これで皆さん、一読お願いいたします。さあ皆さん、最後でございます。一読をしていただいて、問いの5番お願いします。で、皆さん、並べる話はこのあたりですよね。ですから、この四角括弧でくくったところを訳せば大丈夫ですね。
皆さん該当箇所は分かっておりますので、あとはしっかり和訳できればよろしいかと思います。まず皆さん青レンジのところですね、皆さんブラッド・ピットのお話でございますので、ホリズンタリー水平に並べてますね。で、若かった時のブラッド・ピットがレフト左側で、年を取った時が皆さん右側でございます。で、一方皆さんジェット・リーの方はバーティカリーということですから垂直で、若かった時はトップ上、そして年を取った時はボトム下ですね。こういう感じで皆さん、垂直に並べたみたいな感じで書いてあると大丈夫かと思います。一応皆さん模範解答右側にまとめてみましたので、ちょっとこれで参考なさっていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さんお疲れ様でございました。皆さん弘前大学和訳と記述説明中心でしたが、特にですね、訳しにくいとか、場所がわからないとか、そういう感じではなかったかと思います。ですから、回答する場所ですね、それを特定するのは比較的容易でございますので、あとはそこをしっかり和訳ができるかどうか。もちろんそれがしっかりできればですね、合格することができるかと思いますので、普段から地道にですね、直訳頑張っていただけるとよろしいかと思います。ということで、明日以降もよろしくお願いします。